竹俊「ショートル市場の殺人」1大連の6月はむせるような青葉の匂いでいっぱいでした立ち並んだアカシアの香路樹はどれも甘酸っぱい花房を面影に垂らしその下を歩いていく私の方には 白い花びらが夢のように降り積もっておりました私は老湯灰をふかしポケットに両手を突っ込んでそのまま肩である店のドアを押して入っていきました瑞仙号というのが店の名で薄暗い土間の隅では昼でも少し電灯を灯してタークールの番頭が何かコツコツ細工物をしている陰気臭い貴金属商店でした 何かか。用ですか私が何気なく陳列棚の前に近寄ると黒い幕の影から急に人の声が聞こえて私の目の前には一人の痩せたシナジ人が立ちました私は思わずぎょっとしましたがこれは私の目が室内の暗さになれなかったためで何のことはありません気がついてみれば私の少し向こうには先客が一人 今私の目の前に現れたシナンと今まで何か交渉をしていたらしいのでしたいや一つ見てもらいたいものを持ってきたんだがね何でしょうかこれなんだがズボンのポケットの底を探ると私はダイヤの入った指輪を取り出しました石ですか 石はお引き取りできかねるのですがね。シナンは爪の気味悪く伸びた細い指先でしばらく指輪をひねくり回しておりましたが、やがて拉致もなさそうにそれを私の手に返してよこすとうちでは最近ずっとこういうものはお断りしているんで私はひどく失望してしまいましたこの金策が不成功だったら まず明日から俺はどうしようがふと私はもう一つの品物を破れルパシュカの胸の上に思い出しておりました私は襟を立てた上着の胸元をはだけルパシュカからブローチを取り外しますと今度はそれを手のひらにのせて差し出しました金ですねそれなら測らせてもらいましょう シナ人は無造作に受け取ってはかりへ持っていきました5文明3部ありますいくらになるんだ玉の多いシナそろばんを器用にはじいてシナ人はかなりの額の金高を言いました私はもちろん売ることにしましたでは住所と生命を書いてください私は投資の控え帳に筆を走らせると 渡された紙幣を元気よくポケットにねじ込んだのでした。二。再び路上では、私は限りなく愉快でした。ぽっちり蒸気した空の下には、すべてのものが生き生きと呼吸をし、色風船を手にした町の子供たちにも、 カナリアのようにしゃべり散らしてゆく紳士淑女たちにも何かポートワインにでも酔っ払ったような幸福さがあふれているように見えました肘の抜けた古い洋服穴の開いた帽子そしてブローチが取られてめっきり破れ目から風が吹き込んでくるルパシュカだが私も人並みに靴音を高く口笛を吹いていきました もしもしちょっとそうして私がちょうど青葉と赤レンガの N 町を折り切って灰色の T 町の方へ曲がろうとした時でした私は突然後ろから呼び止められたのでした私は何気なく振り返りましたと私の目の前には黒いソフトの下から 赤くただれた目をいやしげに光らせている中年男のわらった顔がありましたいやきみはあああどうもとんだところでわたしはガーンとあたまをなぐられたようなきがしましたいくじなくあしがすくんであやうくへたばりそうになりましたおどろいたらしいね。 やむを得ず私は彼と並んで歩き始めましたしかし私のしょげ方に比べ相手のむやみと愉快そうな喋り方はどんなだったでしょういやーねえ神の引き合わせとでも言うのだろうな今そこのシナ人の店で俺が安時計を売りつけようとしているとあんたが入ってきたんだでもまさか はじめはあんただとはどうしたって思えなかったんだがね。何しにこんなところまで来たんだい。いまいましげにペットつバを吐いて、私は絶望的なやけさで言いました。あんたの後を追ってね。いや、そら冗談だが、まあ、満州景気に浮かれたとでも言うのかな。スリがかい ご挨拶だなところでここいらで一平ごちそうになりてんだがな男が足を止めたところは軒から赤いまとい型の商標がぶら下がっている品料理店の前でした私はやむをえず方便主席と金じで浮かした勝敗の舌を彼と共にくぐらなければなりませんでした 3男は龍崎というブライカンでした東京の盛り場でスリを常習にしていた男で私とはまあ次のような戦いきさつがあったのです皆さんだって事情を知ってくださったらきっと私の仰天の仕方がさほど大げさでなかったことをご推察くださると思います そもそも私がこんなみすぼらしい格好で知らぬ他境を放浪しているのにはもちろん相応の訳があったのです。もともと私は画家でして、一時は二家などにも関係していたことがあるのですが、生来理性的には自信のない方で、いつの間にか普通人の生活からは落語して、ついには女房の稼ぎでやっと裏棚の人生を送っていくような、 育児ない境遇になってしまったのでした。女房は可愛いやつでした。近頃は昔を思い出すごとに下なめずりがされてならないのですが、やつは小柄な綺麗な女で。ちょっと映画女優のミディアムホップキンス、あんな感じのするタイプでした。いつも夕方になるとくしゃくしゃにしていた。断髪を乱暴に溶かして。 スカーフを慌てて首に結んでフロリダダンスホールへ出かけていくのですがおかしな話ですが私はすぐ後を追いかけてまでもやつを抱きしめていたいような気持ちによくさせられたものなんですこうして私たちの生活は貧しいながら幸福に続けられていたのですがある夜私は霹靂のごとくとんでもない光景を見せつけられて そのために運命は思いがけない方向に展開することになったのです。というのは私がそれほど惚れきっていた女房がある夜タキシードを着た貴公子風の青年と別れのキスを暗闇で熱烈に交わしていたではありませんか。私はもともとそんな性質ではなかったのですが。 生活が生活だったためにもうすっかりひがんでいて女房に裏切られたからはそこにどういう事情が伏在していたかということも調べもせず一途に女房の不定を恨んで固く復讐を決意したのですそうしてその結果女房殺しということになったのですがしかし新聞には私の巧みに仕組んだ計画通り ダンサーのの遠征自殺となって現れたのですあるいはこう言えば皆さんの中で思い出された方はありはしないでしょうかところで私はその当時私の犯行は完全に世間の目から逃れ切ったものと信じて密かに満着された世間を軽蔑するような得意な気持ちでいたのですがなんぞ計らん誰知るまいと思うその秘密を私は こっそりブライカンの流先にしりつくされていたのです。やつはなんでも私の尿帽のハンドバッグを偶然に電車の中で吸ったのだそうですが、あいにくその中に尿帽の書いた手紙が入っていたというのです。アテナの人間は多分あの貴族風な青年でもあったでしょう。文面には近頃。 家の亭主の様子がどうもおかしい自分を毒殺する計画を持っているらしい現に毒薬の瓶も見た「早くあなたの意思を決めてほしい私はすぐ逃げ出すから」という意味のことがあったそうなのですその手紙に署名されてあった住所氏名を見てから龍崎は 夜でも昼でも私一家の様子を注視し始めたというのですが彼は努力をさほど続けないでも数十時間のうちに完全に報いられていたのですというのはやつは壁に作った小穴からすっかり私が女房にアヒさんを盛る顛末を見てしまったのですからそれからあとはお決まりのゆすりなんですが 私は竜崎という男の蛇のような必要さにはほとほと精魂を枯らされてしまいましたやつはどこからでも私を眺めていました私は眠っていてもやつの悪魔的な僧帽を顔の上に感じなければなりませんでした私はやつからのそうした精神的圧迫にとても耐えきれなくなって ある夜、密かに東京を脱出し次の日には思い切って遠い満州の地に定期船に揺られながら玄界灘を越えていたのでしただが今となってはなんと私は無駄な努力をしていたことになるでしょう4 ワンチュが回り始めると竜崎はますます景気よさそうにしゃべり始めましたなあ俺もあんたに逃げられた当座は腹も立てたさ何だって俺はあんたの命の親だなおいつまらんことを大きい声で言うない私は顔色を変えて遮らずにはおられませんでした 誰が聞かないものでもないんだからなやつはにやりと笑いましたふんふんそう簡単にドジは踏まねえ心配するなってことよ私はやけにしなしをあおりましたムンムンする炒め料理の油っぽいにおいはいたずらに私を濃乱させましたいつごろ来たんだい 四五日前さ。ご覧の通り荷物一つない気のみ気のままでね。東京の仲間はどうしたい奴らには一切秘密できたんだ。連れでもできると足手まといだからな。大連に知ってる人間でもあるってわけかい。どういたしまして。 ま早速だがこのままあんたのところにご案内を頼みたいねだって今いるところがあるんだろう。私は浪漫しましたなに無料宿泊所にルンペン並みに夜だけやっかいになっていたんでね竜崎はいやらしく油の浮いた赤い顔をつるりとなでてすまして言いましたとにかく助かったよ 銀時計なんて一円にも引き受けねえって言いやがるんだ。仕事をするにもまだ勝手は分からず、さすがのコチトラも今夜の飯を心配していたところさ。しかし、俺だって貧乏はお見かけの通りだぜ。へっへっへっへ。冗談じゃねえ。どうせ死んだ細君の持ち物と睨んだが、とにかく、 ダイヤモンドの指輪とそれからポケットには一握りの札束をご持参のはずじゃねえかチクショウえ、えええまあ昔のよしみで当分お世話になろうか赤くただれた目で竜崎は底気味悪く笑ってみせるのでした日のまだ高い町を 私たちはそれから辻馬車を枯らせてアヘン窟へ向かいました私は竜崎から誘われるままに同伴したのですが私の脳裏にはひょいと彼から逃げるチャンスがあるかもしれないという考えが浮かんだからでしたしかしアヘンでは完全に私が負けでしたキセルを灯油ランプに破り始めると私は間もなく眠ってしまって 重苦しい気持ちで目が覚めた時にはもう龍崎があくびをかんで起きておりました「おいもう日が暮れたようだぞ湯でも一杯浴びて改めて飲みに出ようか」私は私はもう運命的なてっさをひしひしと感じておりました。 逃れようとすればそれだけ必要に雲のように絡みついてくる竜崎の手口を今さら思い浮かべていたのですどんなことをしても奴からは逃れられないそれは神秘的にさえ思える恐怖でした品風呂に行って体中の枠を落として私たちはそれから間もなく別の品料理屋にテーブルを囲んだのでしたが そこで故宮謎を聞きながら杯を重ねているうちに私はふと世にも素晴らしい一つのアイデアをまるで典型のように青白く頭に上らせたのでしたこの悪魔的な龍崎から逃れる唯一の方法そして誰にも絶対に暴き出されない完全な手段そうだそれは今や 私のの手中にあるのだ。5. ところで皆さんの中で大連をご存知の方は私がひと言「小鳥市場」といえば「はは」と頷かれると思いますがそこはおよそ猟奇的な一角で。 大連の住宅地とはかなり離れたバスへの品街のそのまたはずれに罪悪と秘密の色に塗りくるめられて雑然と展開されているのですそこは主として仮想品人の歓楽橋でありまた簡単な金融市場でもあるのでしたすなわちショートルという意味は泥棒ということでありその市場ということは 贈品の売買される市場であることを指しているのですもし例えて言えば大連の市民が盗難にかかったとしますすると彼は翌朝警察へ届けるよりこの市場に出かけて行った方が失われたものを取り戻すにはるかに近道だということになるのです私ははじめどうしてもこの地域に足を踏み入れる勇気を持ち得ませんでした ニラと小便と粉塵の悪臭しらみを平気で首筋に這わせているクーリーの雑踏刑務所破りばかり集めてきたような形相の凶悪な大道芸人の群れ殺人謎はお茶の子と言った土地頃の部来関連中だが一度二度と覗いているうちに不思議にこの雰囲気は私を魅了して 今では平気にその一角の中でも最も暗黒面である密証路地にまで私は出入りする「通」になっておりましたここは常人では容易に近づけぬところでした路地の入り口にはタンワールーリなどに変装した土地ごろが頑張っていて怪しい人間と見るとピーッと合図の口笛を吹いて その界界隈をたたたちちまま暗黒世界にしてししてうといった具合でしたから。だからこの特殊な巷に迷い込むにはすっかり服装から態度までシナ人の水人か土地頃に化け込まない限り不可能でしたそしてもしうまく足を運んだらもうこちらのもので賭博であろうが女であろうが常人では想像もつかない官能の満足を得ることができたのでした で説明が長くなりましたが私はこの中で龍崎を殺し捨てようと考えついたわけなのですおい龍崎私はまず杯を置くと努めて平気を装いつつ言いました君はまだこちらに浅いから知るまいが実は素晴らしい真靴があるんだが。 連れて行こうか。案の定、竜崎は一も二もなくつられてきましたどこだい連れていかないかいだが日本人だということがバレるととんでもない目に遭わされるんだだから序盤からシナジンのをつけていかなければならないんだわけはねえやすっ裸になって着替えよう じゃあ、品福は二三着あるから、俺の家に帰って着替えようか。私は竜崎を案内して、廊下にある品立のアパートにある私の部屋に帰りました。そしてそこで、まず二人は真っ裸になり、ハンサール、肌着から始めて、クーズ、桃引きを履き、タイズ、帯を締め、棒、 潮位をぞろりと上から流して、たちまちのうちにシナ人に早変わりしてしまいましたもともと日本人とシナ人は皮膚顔形骨格一切変わったところはないのですからこうして身につけるものを一切シナ式にすればあとは口を開かぬ限り日本人であることは分かりっこありませんもちろん龍崎の体に入れ墨があるとか 日本人らしい特徴があるとかは入浴の際予期せず検査してしまいましたしまた品服に着替えてからの彼の所持品についてはそれこそ抜かりなく注意が放ってあるのですからそんなところから足のつくようなヘマは絶対にしでかしっこはありませんでしたところで金がすっかりになっちゃってるんだがどうだい残っている金をこっちに回さないか 耳支度を一切整えると竜崎はお首を吐きながら私の前にずうずうしく手を出しました残っている金を私はむっと激しい反感をこみ上げさせましたそうむつかしい顔をしなさんなお前さんにはすばらしい形見のダイヤの指輪があるじゃねえかだから 札の方は器用にこっちの方に大しな。それっぽっちの金気満よく出したところで、あの秘密に比べりゃ。おいくだらねえゆすりもいい加減にしろよ私は札をつかんで相手の手のひらに叩きつけると、指輪を脱ぎ捨てた洋服から取り出して品服の隠しに落とし。さあ、出かけよう。 と、ドアを押しましまた。片手で深く隠しの下に忍ばせた鋭利な鋭利なジャックナイフを冷たく完食しながら6夜のショートロ市場の雑踏は文明人から見れば まるで地獄のような光景でしたカンテラを吊るした露天一部には闇を背中に貼り付けた数百数千の亡者のような品人が思い思いにうごめいて一種悪魔的な雰囲気を腐った古沼のどっけのように重く漂わせておりましたまず私たちは歯の浮くような呼吸をにんにく臭い群衆に混じって聞きました 天使と言って耳芝居なに節にも相当するでしょうかそれから玉転がし覗きを冷やかして次第に迷路の方へ進みましたもう辺りは秩序ある社会とは遠く距離を隔てた特殊地帯の中心でした私は密集路地の柳の真っ暗い片隅に近づくと 隠していたジャックナイフの刃を開いて竜崎の背後にそっと迫りましたあたりには幸いこちらに注意している人の目はありません私は思い切ってグサッとナイフを相手の体に突き刺しました竜崎は物も言わずに崩れるように地上に倒れると案外もろくも そのまま息絶えてしまいましたうまくやったぞ私は手早く血が手に触らぬようにして相手の隠しの全部を探り一物も残さぬように手配してはやぶさのように現場から姿を隠してしまいました周囲は相変わらず数分前と変わらぬ陰酸な観楽橋でこんな殺人など ハエが殺されても同様な無関心さを応用に示しているように見えました、7. クーリーリの昨夜10時ごろ当一当一露天市場内においてクーリー邸のシナ人が視察されているのが発見された。 所持品皆無にて身元不詳また加害者もいち早く逃走して遺留品を残さず当局は品賭博の人情と認めて死体を交際病院に引き渡した翌日私はあくびをしながらこの長官の片隅に載せられたごく小さな活字の記事を拾い読みしておりましたなんとうまくやった一幕だったろう 竜崎は完全に品人にされたそして今竜崎という一人の日本人が大連で焼失したことに気づいているものは広い世界に私以外にはないのだそしてなお彼が大連に来たことを知るものがない以上この秘密は将来ともに誰にも気づかれはしないのだおおパーフェクトクライム 私は永久に枕を高くして寝られる身分になったのだ私はその日久しぶりに泥酔してバーから帰るなりオンドルの上にロ寝をしてしまいましたそしてあくまで伸び伸びと手足を伸ばして快眠をむさぼっておりましたがふと扉をたたくノックに目を覚まされました「誰だい?」 目をこすりながら仏頂面で聞くと扉の外からは「用があるんだが開けておくれ」と家主のロートルの返事がありました私はしかたなく立っていって扉を開けてやりましたとぬっと入ってきたのは震える家主を案内人にした45名の いいかめしい警官たちでしたおっ<お>私は思わず叫びましたがその瞬間には私の両腕は頑丈な警官に固く押さえられすでに他の警官は室内を手当たり次第に検索し始めておりましたああ何ということだろうこんなことだったら 竜崎の着ていた洋服だとか持ち物だとかは早く焼くなり捨てるなりしておくのだったのにじい警部凶器がここに押し込んでありました一名の警官がつわやく血まみれのジャックナイフを手のひらにのせて差し出しました私はくらくらと血が頭へのぼるとたまらなくなって叫びました犯人は私ですですが皆さんは どうして犯人の見当がついたのですかダイヤの指輪だよ。私服警官は私の方に向き直ると、満足気に顔をほころばせてこう答えました。多分被害者はスリの性癖でもあったんじゃないかね。奴は胃袋の中に、ちゃんと君から失敬した指輪を隠していたんだよ。 何、シチューを洗ってみるとその指輪は瑞宣号の主人が昨日ブローチを持ってきた男から見せられたものだと言うんだね主人は死体の主も覚えていたよそれにしても好都合なことは機械帳に君の住所氏名があったことさ タンジーの口紅1朝の街です濡れたアスファルトの上に走ってくるバスというバスは鈴なりの長満員です第一停留所に泊まろうとなぞしません牧山君はチェットと下打ちをします カフスをずらして腕時計を覗くと思い切ったように歩き出します朝のペーブメントに軽く流れる口笛はつわものの歌と街角を曲がる拍子に靴の紐が溶けているのに気がつきます何気なく抱えていた折りかばんをそばにパーキングしていたロードスターの尻に乗っけて鏡ます モダンな化粧品店のガラス戸をきらりと愛して美しい断髪の娘がハイヒールを鳴らして出てきますそうしてそばのロードスターにひらりと乗り込むと無造作にギアを引いて走り去ってしまいます2

実は昨日夜中の1時過ぎまでかかってやりましたがそらご苦労ですがあっ球がドアを開けて遠慮がちに牧山君に伝えますお客様が至急お目にかかりたいって言ってますじゃあ後で持ってきてくれたまえ 課長はそう言って書類に目を落としますこれあなたのではございません差し出された折りカバンとその娘の顔とを山君はしばし呆然と見比べるばかりです私うっかりしていてすみませんでしたわいやおカバンの中拝見しましたのごめんなさい 本当ならば横ビンタと行くところですが、まったくどうも、牧山くんのざまは何たることでしょうか。3。洋間に東洋風な趣味を加味した豪華なサルンです。ママ、この方が牧山さんですの。 浪栄が何かご迷惑をおかけしたとかで上品な長方の老婦人がにこやかに生じますごゆっくりお遊びくださいまし老婦人は優しい微笑を残して立ち去ります「幸福」とは牧山くんのために用意されていた言葉でしょうかメンデルスゾーンの無言科です ランゲイのすんなりと細い指が鍵盤の上を魚のように踊ります。フロアスタンドの光が青いランプシェードを通して、室内を泉の底のように沈ませています。これ、私の一番好きな曲ですの。ランゲイが振り返ってにっこりと笑います。メンデルスゾーンが自分と言い名付けとの対話を、 音楽に描写した曲なんですって。牧山君は黙ってため、息をつくばかりです。さ<ッ>。ランゲーはリキュールグラスを捧げて綺麗な声で叫びます。プロジェクト途端にふわりと柔らかい感触が牧山君を震撼させます。同じ長椅子にランゲーが飛び込んできて。 牧山君にぴたりと寄り添ったのです。ねえ、お話ししてくださらない。話。僕はその？何でもいいのよ。何でもあなたの知っていらっしゃること。ダリアのような華やかな顔が牧山君の網膜いっぱいに広がってきます。牧山君は？ 美しい娘の方向をアヘンでも吸うように胸の底まで吸い込むのでした。四。さて、牧山君は会社の机で考え込んでいます。やがてポケットの底から何やら小さな筒用のものを取り出すと、それを手のひらにのせてしみじみ眺めます。 ママに叱られますわ。私の唇変になっていませんこと。さあ？これ塗ってくださいません。ん牧山君の手にしているのは、その時彼女から渡されたタンジーの口紅なのです。うん。それっきり女は姿を消したというんだな。杯を含みながら同僚の武田くんがずきます。 湯気の立ち上るおでん屋のテーブルです分かった君は桃色スパイに一杯食わされたんだ冗談じゃないよ牧山君はポケットから「北京 M4」を取り出して一隅を指差します由緒ある北京の名家 S 家の R 姫「褐食の天をあぐ」。とのの見出しの下には。 ラ蘭芸の花嫁姿が写真版になっていますやつはね牧山くんは悲痛な顔で悔しそうに言うのです「印象的結婚をする前に一度奔放な恋のアバンチュールをしてみただけの話なのさ」そしてタンジーの口紅を取り出すと「畜生!」と言って 写真版の花嫁を塗りつぶしてしまうのです。